今日もお皿の塗り替えレッスンが終わりました。お皿を塗り替えているともうとっても楽しくていろいろ塗りたくなりますっていうお話が出たので、こちらのピッチャーをお見せしました。こちらも実は塗り替えています。サビを入れてみたりとかねしていて、古いブリキをイメージして作ったものです。ペイントをするとペンキって難しいんだなっていう概念が吹っ飛んで、いろいろ自分でできる気がしてきます。そして楽しい楽しいっていう気持ちがどんどん湧いてくる、アトリエ&ソーのペイントレッスンです。今日も本当にありがとうございました。